トランスコルチンはアルファーグローブリンである。人においてはセルピナ6遺伝子で行動される。コルチコステロイド結合グロブリンやセルピン A6 とも呼ばれる。このタンパク質はコルチコステロイドと結合する性質を持つアルファーグローブリンである。多くの脊椎動物の血液における糖質コルチコイドや応対ホルモンにとっての主要な輸送タンパク質である。遺伝子は 遺伝子重複によって進化したと考えられる。いくつかの密接に関連するセリンプロテアーゼ阻害剤を含む染色体領域に存在する。トランスコルチンはいくつかのステロイドホルモンと高い割合で結合する。さらに、血清中の約4%のテストステロンはトランスコルチンと結合している。エストラジオールの一部も同様にトランスコルチンと結合している。 トランスコルチンは肝臓で合成され、エストロゲンによって合成量が増える。この遺伝子では突然変異は滅多に起こらない。わずかに4つの突然変異体が記述されており、しばしば倦怠感や慢性痛と関連しているが、これらの症状の機構は未知である。外殻を与えられるヒドロコルチゾンは倦怠感を緩和しない。肝臓での合成量は妊娠期には2倍になる。 そのため、妊娠期の血液中の非結合コルチゾールの量は、妊娠期以外の約2.5倍になる。ありがとうございます。